法話をいただきます。皆様、本日はお参りありがとうございます。こんなにたくさん来ていただきまして、とっても幸せです。本日福井からやってまいりました正恩寺住職朝倉行善でございます。実はですね、今ほどこの映像の中にも阿弥陀様、阿弥陀像が出てまいりましたが、この阿弥陀像、多くはこの中の築地本願寺さんの阿弥陀様を写真で教えさせていただきました。でもね、皆様にはそれだけではもったいないので、本物と言いましょうか、実際に、このご本尊もご覧いただきたいと思いますので、ちょっと片付けさせていただいております。これ大変なんですよね、なかなかね、倒れてこれ傷つくと、これ十分ですね、大変なことになります。で、気をつけてくださいね。声かけながら行きましょうね。お願いします。はい、この私が務めさせていただいておりますテクノ法要という試みでありますが、これは新しいことのようにも感じられるかもしれませんが、この思いは千年も二千年前の人も僕は一緒だと思うんですね。今こちらお開きになりますが、この金色に輝いたお大臣、おごそかでしょうか。果たして冷静に見てください。ド派手じゃないですか。昔からね、このお浄土の世界という世界を見てみたい、感じてみたい、その思いから千年も千年前の方もお浄土をね、このろうそくと光、当時は電気ありません、このろうそくの光を使い、なさりの光を使い、そしてこの金箔に反射させて光の世界を体験して、阿弥陀を感じていた、極楽を感じた、ずっと変わってないんです。今たまたまね、電気の光というものがあります。気がついてしまいまして、電気の光でお浄土の世界を描いたらどうなるのかな、素朴な思いです。で、それがね、これは僕のイメージなので、これいろんな人にね、一人一人極楽浄土というものをイメージしていただきたいなと僕は思っています。その中でね、何万たる何万たるというこのお念仏、これはありがたいと思うことがね、皆さんのもとにやってくると思います。これありがたいですよって言ってもなかなか分かりません。それがね、人生経験をしていくと、ちょっとずつそれがね、分かってくることがあります。それを待ちながらね、過ごしていきたいと思います。で、話の続きになりますが、この築地本願寺というこの場所ですね、僕はね、この築地本願寺を作りになった、大谷光司御門衆、非常にね、尊敬しております。大谷光司御門衆は、普通ね、日本にあるお寺の建物というものは中国様式のものばかりで、なんで中国様式ばっかりなんだろう、仏教っていうのはインド生まれじゃないか。そこでね、光随門師は、大谷探検隊というものを聞いたことある方もいらっしゃるかもしれません。そういうものを結成して、インドに向かい、そして仏跡を訪ね歩き、いろんな資料をお集めになって日本に帰っております。実はね、これもご縁です。私のひいじいさんがその大谷探検隊にも参加させていただき、でまたね、大谷光随門師の手として働かせていただいたというふうに聞いております。なんかね、これもご縁だなと感じております。で、大谷光随門師もね、その当時の固定観念、お寺っていう形はこんなものなんだということを考えを改めたんじゃないと思うんですね。見方を増やした、中国式の建物ばっかりじゃない、
インド様式の建物もいいんじゃないかというふうに、ね、見方を増やしたんですね。変え方とはちょっと違うと思うんです。で、物の見方というのは非常に大事で、僕は最近悲しいのが、いろんな悪いことがあるとね、悪いことをした人がたくさんのニュースで出てきます。そういう方々がね、その悪いことをしたという一面だけで、その人間性すべてを否定されてしまうような報道の仕方、ね、これはね、なんかおかしいんじゃないかなと僕は思ってます。竹の筒っていうかね、物干しざおなんか見てもね、一つの方向から見ると、こんな玉にしか見えません。ちっちゃい円にしか見えません。でもそれを遠巻きに横から見てみると、すごく長いものが見えてきます。それと同じようにね、見方を一方じゃない、見方を増やすということは、ね、物事を正確に見るための大事なことなんではないかなと思います。で、このテクノ防御ということもね、僕はその考えでやらせてもらっております。光の世界、この表し方、感じ方、これをね、新たにするというのも、見方を一個だけ増やしてもらって、より今の皆さんの親しみやすくなるのではないかというふうな思いが詰まっております。蓮如上人が作られたこの最後に唱えました正真偈もね、その当時500年前の方々が親しみやすいようにという思いで、その当時のポップスの、メロディーも織り込まれて作られたものです。その当時はこの歌謡曲ですね、まあ、いわゆるそれをね、楽しみに若い方がみんなこちらに集まってこれを楽しんで、勤めたそうです。そんな時代がね、また来たらいいな、ちょっとだけ思ってます。また皆さんのご協力をお願いいたします。今日は本当に、たくさんのお参りありがとうございました。美しいお姿ですね。最後に皆さんで合唱礼拝で、締めたいと思います。よろしくお願いします。合唱閉会にあたりまして、伝道部部長小柴隆之よりご挨拶申し上げます。
下まではいかないか、お金稼がないですもんね。なんとなくこう融通してるような感じがしてですね、心がぼーっとしたような感覚で、これどっかで感じた試しがあるなと思って、ふっと思い返したら、ここの本を見て、親鸞聖人という右側、お坊さんで一番最初に結婚をされた方ですけれども、在俗の身の中で念仏の道を歩まれて、必ず仏様になるよと教えてくださった方ですが、この五明日のご法要を務めされているにも、同じような感覚を覚えました。どこから来たのかわからない人たちがみんな一堂に会して、ナマンダブツ、ナマンダブツ、お御堂が揺れるような大きな声で念仏が響き渡ると、そこにグループの一体感が出てですね、みんなが繋がり合っているというか、こういうふうに、まあ、迷わされていきました。で、そのことを、電気グループの時を思い出して、で、しばらく経ってですね、テクノ法要というのを、先ほど朝倉住職がやっているよというのをインターネットで書いてまして、あ、これはまさに、最高のマリアージュだなと思って、感動をしながら教えを聞かせていただきました。ふと思い起こせば、先ほど築地本願寺の成り立ちをお話ししてくださいましたが、今、ここ、築地という名前ですね。皆さんも知っているよという方もいるかもしれません。土地を築くという字を書きますが、この土地を築いたのは一体誰か。ナーマンダム、ナーマンダムという念仏を喜ばれた方々が、この土地、もともとは湿原などのところを埋めたくてですね、今の築地という土地になっているんだよと教えていただきまして、でその上に今私たちの本が築地本願寺というのが立っているんですけれども、こちらのご本尊様阿弥陀如来様、例えるならですね、全自動洗濯機のようにですね、私の家二層式なんですよ、好きでやってるんですけれども、全自動洗濯機と違うのは途中で入れ替えなきゃいけないという手間がかかる、二層式は自分が好きでやってますから、その間に片方使えるからいいんじゃないですか、便利になってますけど、全自動洗濯機は自動的に放っておいてもバーッと言うんですね。例えが悪いかもしれません、仏様を洗濯機に例えるなんて怒られるかもしれませんが、簡単なところ、身近な例えで言ったら、全てをお任せだよという方法ができます。こっち側の用事が一つもない、寸分ありません、全部仏様にお任せで私の世界というのが構築されている。言うなれば、はるか昔にこの築地という土地が築き上げられて、今この御堂というふうになってですね、私たち今日初めて来たよという方がたくさんいらっしゃいましたが、来るはずもなかった方がこの場所に来られて、腰を下ろされてお念仏を聞いてしまったっていうのは、これもう阿弥陀様にはめられたというしかないですね。考えてもなかった面にですね、今あってありますが、このご褒美の一つ嬉しいのは、このはめにあったからこそ、よかったなぁと心から喜べる仏様との出会いが用意されているって教えていただきます。今日いろんな思いを抱えながらここに来られた方もいらっしゃるかもしれません。お御堂の中でいがみ合っている2人もいるかもしれませんけれども、そのどちらにもですね、仏様を届いてください。私たちの一人一人の体の中に飛び込んで、ナンバンナンバンナンバンだ、大丈夫だよ、心配しないでねと優しく微笑んでください。これが私たちの皆様、この阿弥陀様をお讃えするご法要を今日テクノというスタイルを使ってですね、一緒にご参談をさせていただきました。誰も踊り出さなくてよかったなと見下ろしております。そろそろお時間がなりましたので、ここでお邪魔させていただきますが、大勢の人数でございます。階段がだいぶ急でありますので、くれくれもですね、押し合わない、駆け出さない、知らんふりをしに、お菓子でしたっけ、合ってますか、押さない、かけない、しびられない、そこまではしなくていいですけれども、ゆっくりお互いに譲り合ってですね、帰り、出て、怪我のないようにしていただけたらと思います。本日は本当にどうもありがとうございました。最後にお念仏を一緒に唱えさせていただきます。合唱いたしましょう。ナンバお気をつけてお帰りください。